世界に入ってすぐ映画をやらせてもらったんだけど、本当に昔から憧れたことだったから嬉しかったんですけど、でも初めて出るっていうことですごい緊張したりドキドキしちゃって、初めは怖かったりしたんですけど、すごい一緒に共演した人たちがすごい優しく接してくれて、あ、すごい楽しいなって、女優さんっていうのがなんかすごいいいなってやっぱり思うようになりました。すごい難しいなって思ったところは、やっぱり演技をするときに何をしていいか分かんなくて、何度も何度も聞いたりしてやったんですけど、でもやっぱり難しくて、すごいもっと上手になりたいなって思いました。こういう仕事をやってみて、ドラマとかを見るときにもうなんか今まで普通に見てたのか見方が変わって、内容ストーリーをずっと見ていくんじゃなくて、その役一人の役者さんをずっと見るみたいな。ないっていうか決まってないっていうかそんな感じなんですけど、でも私は今を頑張るっていうのが今の、目標みたいな感じなんで、今与えられた仕事を精一杯やっていきたいって思ってます。